エリスです。人めちゃ多い、今日はいろいろエグタルトをみんなに紹介したいと思います。香港に来たら美味しいエッグタルト食べた方がいい。多いですもんね、エッグタルト。めちゃくちゃ多いです。今日はすごく有名なエッグタルトのお店紹介しようと思います。着きました。エッグタルトです。20香港ドル。1個は10。10香港ドルは100何十円。まだ熱々ですよ。ズズズズーン。すっごいいい香り。いただきます。おいしい。エッグの卵の味すっごいする。これは中のトロトロ感は 70%。 おー、でもこれは皮がちょっとね、厚みがある。でも皮はサクサク、ちょうどいい甘さ。まずエッグタルトで一日で5日買って5日全部一緒に食べちゃった。すごく。また別のお店で、エッグタルト、はい、食べようかな。これもあの香港のなんかありありのレストラン。じゃ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 ん。いただきます。はい。食べやすい。今回のこのエッグは前のよりちょっと硬い感じ。このプリンはちょっと火をもっと通った、ミディアムレアじゃない 80% 熟。だからプリプリできない。あの甘さもそんなに甘くないから、前のやつの方が甘かった。同じぐらい。同じぐらい、うん、美味しいです。今日もありがとうございました。私は一番好きなのは2番目です。もし香港に